レッドクラウドレッドクラウド1822年から1909年12月10日は北米インディアンオグララスー族の部族員である。しばしば誤解されるが州長ではない。戦争指導者でもない。生まれた時に空が真っ赤に焼けていたのでマーピアルタと名付けられた。空が雲になっているのは白人が誤訳したためである。 ラコタスー族に属するオグララ族の中の、イテシカ族の名門の生まれ。レッドクラウドは白人によって、スー族の大指導者に祭り上げられた人物である。が、そもそもスー族には、部族すべてを統括するような、大集長など存在しない。彼の生きた時代のスー族は、各種族から集まった、デカ、ラと称される長老たちの合議によって、重要事項を決定していたが、 レッドクラウドは、この組織に属しておらず、単なる部族員に過ぎない。だが、彼の奴隷である女裁なさと取引の才能が、白人たちの目に留まり、重要な条約の署名者として、和平委員会に重宝されたのである。彼は、数族の土地と権利に関して、現在も、加工を残す重要な、ララビー条約に署名した。和平委員会にすれば、 条約交渉文書に署名さえしてもらえれば、レッドクラウドの部族での立場などどうでもよかったのである。しかし単なる一階の部族員に過ぎない彼が、宗教を面して、合議に関わることは、数族にとって、掟き手に背く振る舞いだった。その後、ワシントンに数度招かれ、ニューヨーク市のクーパーユニオン大学で演説をした。これらの経験から、 白人の兄弟さを痛感した彼とスポッテッドテールはいずれ白人によって数族の領土やブラックヒルズが奪われるだろうことを見抜きこれをできるだけ高く売りつけるべきだと考えた1874年の和平会談では金が発見されたブラックヒルズの値を釣り上げるべく部族に提案したクレイジーホースやシッティングブルラは 階段そのものを侮辱として出席すらしなかった。こうした姿勢から同じ部族員のスポッテッドテールと共に白人の砦にたかる奴ら腰抜けとして他の部族員や交戦派からは下げすまれた。同時代の数族の人々は誰も彼を指導者、宗長とはみなしていない。が白人の要求は部族の存続をも危うくさせるだけの軍事力を伴っていたし、 いずれ誰かがその役目を果たさなければならなかったことも事実である。ありがとうございます。